はい。今回はですね、ニュースレーターのネタ帳の中から事例というところについて解説をしていきます。この事例っていうのもとても大切な要素になります。これがあるとね、一気にニュースレーターの質っていうのも上がっていきますので、ぜひ取り入れてみてください、まあ。会員さんのね、成功事例なんかをこう、例えば全員で共有することで、他のね、会員さんのヒントになりますよと。あ、会員のあの人はこういうことやってるんだ。じゃあ自分もやってみよう。こういうのを試してるんだ。自分もやってみよう。ということになりますと。 ヒントになりますよと。で、例えばね、いい成果をこう出した人とか、いい結果がね、得られた人っていうことを、まあ、その人をね、例えば事例としてニュースレターで取り上げたとするならば、自分もまあそうなれるかなとか、そうなりたいっていうモチベーションアップにもつながります。そうなってくると、会員でいることのメリットとかあ、この会員に関わっておいた方がいいなということで、会員性全体のね、こう指揮アップになりますので、この事例っていうのを取り入れてみてください。 まあ例えばね、会員の〇〇さんの成果報告ですよということで、まあ、あるね、ニュースレーターの一部のこうコーナーというかね、まあ、コラムとしてこれを書いていくということです。これだけではないですよね。もちろんニュースレーターっていうのはたくさんこう項目がある中で、その一部として事例っていうのをね、どこかにこう使ってみてくださいということになります。